ということで、皆さんこんにちは。ここスタートやっていきたいと思います。はい、ゆっちょるついに登場。皆さんお久しぶりでございます。このマリオカートの世界にゆっちょるがやってきてまいりました。ということで、にゃーい、切り替えていきましょう。はい、皆さんね、なんでゆっちょる、お前突然このサワヤンゲームズに現れたんだ、お前この野郎って思っている方かなり多いと思います。はい、ちょっとね、まあ、事情を説明しますとですね、本日ですね、まあ、大体、15時、午後3時頃にですね、突然お兄ちゃんから電話がかかってきました。ユンチュラね、ちょうどね、あのトイレにいたんですけれども、こんな時間に電話がかかるの珍しいなって思って、まあ、恐る恐る電話に出たんですよ。そしたらですね、かなりね、すごいなんか緊迫したトーンで緊急事態が発生したみたいなことを言われて、何があったって僕は聞いたんですね。そしたら、なんと、今日のゲーム実況の動画の、お兄ちゃんのね、顔のね、映像が、まあ、紛失したと、そういった旨の話を、お兄ちゃんから、されました。で、今から頼むから、もう一回ゲームの画面を見ながら後付け実況してくれ。そういったお願いをされました。はい、もちろんユーチョルは二つ返事で、やるよお兄ちゃん、ユンチョルに任せてくれ、ユンチョル工務店の出番だこの野郎って、まあ言いました。ってことで、今回はですね、こちらモコウと歩夢杯、ユンチョルの完全初見後付け実況させていただきたいと思います。ってことで、2位で2位で、3周目突入しました。ライアカヤで、赤コーラ、こちらケチつけて、かなり前離れてるんですけど、頑張ってここでスカルプティ決めて追いついていきたいと思います。ここ避けて、ここ避けて、効きません、自信効きません。はい、で赤コーラこう1個ぶっ放してダブル交換して、はいはい、出し抜いて、さあこうちょっとブレーク踏みながら、ジャンピングアクション決めて、さあ1位踊り出ましたよ。これいいんじゃないか、これいいんじゃないか、これいけるぞ。1レース目からかなり熱い展開かもしれないぞこれ。もしかしてこれある、確定率流れてる。いやーコーラ、まあでもこれ空中なんで空中に食らってちょっと軽減して、急げ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 、いけるぞ、いける。ジャンピングアクション決めてきたー、最初から1位確定演出スタートでございます。皆さんこれがユンチョルの実力です。やばくね。第2レースいきましょう。したはい、てことで第2レースはこちらチョツコマウンテンでございます。皆さん先ほどね、完璧な立ち回りで1位を取ったので、今回も連続で1位取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。シャッ、ここ。シャッ。ちょっとね、ユンチョル、大声を出すのが非常に久々でございまして、おそらく第1レース目で喉が枯れました。ただし、ユンチョル、声を出すのはやめません。声を上げ続ける。そして、1位を取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ここでまずアイテム1個取って、欲張らずにアイテム1個で、でジャンピングアクション決めて、ちょっとですね、メダルを回収していきたいところですね。はい、でこちら、ケツ吸わして、はい完璧ケツ吸わして、そして石井が前にいるんで、石井ちょっと石井のケツ警戒しながら、僕も赤コーラケツつけていきたいと思います。さあこのインコースジャンゼリ、インコース攻めて、こうちょっとこっちのメダル取って、こっち、あちょっと壁ぶつかったけどもう1枚取って、完璧。さあ3位、まあまあまあ悪くない悪くない順位、悪くない順位ではある。さあ1個投げて、メダル1個取って、ケツバナナちょっとケツつけておきます。さあここちょっとどうする、まあ、3位なんで、まあ、焦らずにね、ちょっと様子見ながら、ちょっとブーメランが非常に怖いんですけど、ブーメランちょっと避けながら、前のやつに迫っていきたいと思います。アイテム1個取ってジャンピングアクション決めて、さあさあさあメダル10枚完璧、メダル10枚完璧なんで、うわー危ねえ、さっきからブーメランが危ない、非常に危ない、ブーメランが非常に危ない。よし OK かわして、さああーまだ投げれないか、まだ投げれないで、ちょっとケツずっと持っといて、ジャンピングアクション2回決めて OK1 個投げて OK、 もう1回完璧なスナイプ、完璧、なんで前からスナイプ来るんだよ。さあこっちで焦らずにいきましょう。5位なんでまだ大丈夫、まだ大丈夫ではある、まだ大丈夫なんで、こう焦らずに焦らずにいきたいと思います。ちょっと次のアイテム次第なの、これは完全に次のアイテム次第なんで、これダブル取って完璧 OK、
さあ、赤コーラ1個投げて、はい、あいつ縛いて、はい、あいつ落ちたで完璧。あ、これいけるぞ、まだいける、まだ諦めたくない。にゃーいっす。なんで、なんでこっち。うわ、やばい。あ、もうこれ最悪だ。あ、もうキラ、キラいけ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 、打開、打開決めて、ジェイ。最後の最後でサンダー回避したけど時すでに遅し、順位で折り返していきたいと思います。第3レースいきましょう。しゃ、はい、ということで第3レースはネイチャーロードでございます。よろしくお願いいたします。ちょっとね、先ほどはね、本当にしょうもないミスで一気に順位まで落ちてしまいましたけれども、今回はもう一度ここ3、10位、じゃあ10位じゃない、1位で、完璧な確定リストを皆さんにお届けしたいと思います。さあ、ここちょっとね、こう揉まれながらも一気に前に出てきます。前に出てジャンピングアクション決めて、ジャンピングアクション決めて、はい、これアイテムもう一個取っといて、 UMT、 UMT で、 UMT でこの石がね、さっきからね、本当にね、結構前にいるんですよね、ずっと。さっきのレースもちょっとこいつちょっと要警戒で、まあ一個これ食らってますけど、まあこれ気にせずいきましょう。さあ、ダブル取って1個アイテム使って、キノコ使ってジャンピングアクション決めて、これケツつけといて、わあ5位か。まあでも前ガンズマリなんで、ガンズマリあのベンピースなんで大丈夫でございます。まだまだ慌てる時間ではありません。さあ、これ1回ちょっと左から、ちょっと右多いんで左から安定的に行ってメダル回収して、完璧、いいよ、7枚、メダル7枚、悪くない悪くない。で1個後ろに投げて、でこれファイヤーで燃やして燃やして、しばいてしばいて、後ろもう一回燃やして、もう一回燃やして、完璧で、キノコ1個使って、もう1個使って、でメダル10枚、はい、完璧。さあ、いいですよ、今のところ完璧で、ダブル取って、あ、赤いいね、赤いいよ、赤コーラとキノコ1個、素晴らしい。ジャンピングアクション決めて、インコースジャンゼリ、インコース攻めて、でケツつけといて、あ、青コーラいきました、完璧。うわ、危ね、危ね、今のブームラン。さあ、食らうから、はい、オッケー、食らった。さあ、これいけるぞ、これあるぞ、あ、1位踊り出てジャンピングアクション決めて、さあ、ここ行って、ここ行きたい、にゃーいっす。なんで左から行けばいいじゃん、なんで欲張りお兄ちゃん。なんで欲張りお兄ちゃんした。ジャンピングアクション決めて、でも2、でも2、いけるぞ、でも2、もう1回決めて、いけ、いける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 、頑張れ、頑張れ、いけ、いける、2位、2位、あそこの状況から2位まで踊り出ました、いいんじゃないでしょうか。第4レースいきましょう。しゃ、はい、ということで第4レースはこちら、エキサイティングなバイクでございます。よろしくお願いいたします。さあ、でもここまで結構なかなかいい順位で来てるんじゃないでしょうか。ここスタート、やっていきましょう。さあ、ちょっとね、もう一回1取っておきたいんで、ここ一気に前に出てきます。もう一回前に出て、完璧、ジャンピングアクション丁寧に決めながらメダルもちょっと回収してって、さあ、まあメダル5枚なんで悪くないですね。で、ここをどうしようかな、打開、まあまだとりあえずちょっと まだあの前行ってみます。ちょっとまだ打開はせず前行って、丁寧にメダルだけ取りながらジャンピングアクションもしっかりと決めてって、ここちょっと飛んでジャンピングアクション決めて、あ、いいね、あ、危ね、バクスナ、あっぶね、ほんと危ねえやつらしかいない今回。で、声しばいて、あ、一気に2人しばいて完璧、そして1位踊りで、さあ、ちょっと後ろ見ながら、後ろ見ながらもう一回投げて、もう一回投げて、 OK、 完璧、ちょ、これこのまま前でいきたいと思います。もう一回決めて OK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 、 いや、これいけるぞ、もうこのまま前で、はい、メダル10枚完璧。で、ブーメラン、で、こう赤コーラ来てるんで、赤コーラしっかり消して、赤コーラ消して、もう一回ジャンピングアクション決めて、 OKOK、 素晴らしい素晴らしい、今んとこいいよ、今んとこ本当に素晴らしいですよ、本当安定的に、安定的にいけてる、いけてる。さあ、何が来る、赤コーラ、あ、ダブルボギー熱い、ダブルボギー熱い、で、バナナもう一個あるんで OK、 完璧、これいけるぞ、これ確定室流れてるんじゃないでしょうか。皆さん、どうだどうだ、俺には聞こえてるよ、俺には聞こえてるよ、ユンチョルの耳には届いてる、これいける、絶対にいける、よし、OK、これバナナ1個置いてダブル交換して、ジャンピングアクション決めて、青コーラも来てない、青コーラも来てない、
赤コーラ来てるんで、ちょっとこれ血で防御して、 OK、 いける、やべ、青コーラ来てる、やべ、うわ、間に合わないか、クラ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 ー、まだいける、まだいける、まだいける、頑張れ頑張れ頑張れ、じゃあにえ、今絶対いけた、誰だ、青コーラ投げたの、まあまあ、でも2位なんでポイントはかなり入ってる、このまま行きたいと思います。第5レース行きましょう。しゃ、はい、ということで第5レースはこちら四ツ市サーキットでございます。皆さんよろしくお願いいたします。ユンチョルの得意コースでもあるこちら四ツ市サーキット、なんとしてでもここ1位をとにかく取りたい俺は。さあ、ここはちょっと打開でいきましょうか。まあ、さっきはずっと前張ってたんで、今回はちょっと打開でちょっと落ち着いてね、落ち着いていきたいと思います。さあ、結構、あ、でも半々くらいかな、打開勢とお前張り勢、まあいい感じですね。でメダル、とにかく最初はメダル集めるのが重要なんで、メダル集めていきたいと思います。さあ、ここでちょっと一回アイテムを交換して、さあ何が来るか、まあ、6位なんで、まあちょっとこのまま一回行ってみますか。結構行っちゃってもいいんじゃないか、これキノコ使って。さあ、でここで一回ちょっと止まって、アイテムをちょっと厳選していきたい。あ、キラー、ここでキラー来たら熱いよ、これはあるぞ、打開、打開したいける、これはいけるぞ、完璧、5位でキラーはやばくねえか、もうこれ入っちゃう、これ入っちゃう、ロンキー、ロンキー突き刺して、でキンキのもある、これいけるぞ、これ勝ち確なのでは。でこいつもしばいて、でまだキンキのは使わないでおく、まだ使わない、まだ使わない、ここで使う、これ一気に使って、もう一気に逃げちゃう、使って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 、わ、これ来たぞ、これいけるぞ、わー、コーラか、ちょっと、わー、きついな、これ待て、いやでも譲らない、譲らずにこれはもうこのままいきます。あ、譲ります、譲って、譲って、譲れなーい譲れない、待って、でも3位、まだ3位、大丈夫、まだいけるよ、まだ諦めない、まだ諦めきれない、俺はコトンでニスク決めて、うわーうわーうわー、まだ来い、まだいけるよ、まだ諦めないよ、ダブル取って、何が来る、何が来る、うわー、シップシップ、ファイヤーよ、あ、ファイヤー避けれない、ファイヤー、ファイヤー返し、ファイヤー返し、ファイヤー返し、燃やして、全員燃やして、燃やして、燃やして、6位、実況者が一番取ってはいけない10位、6位でございます。はい、ということで第6レースはこちらでネオクスパシティでございます。得意コースやってきてまいりました。これはいけるでしょ、これはさすがにいける、ここ、さあそろそろね、そろそろみんなね、もう一回1位が見たいところではあると思うので、さすがにこの得意コース絶対に何としてでも確定演出ぶつぱなしパラダイスの1位をみんなにお見せしたいと思います。まあこのバナナはまあしょうがないとして、まあ一気に11位になったんですけれども、まあ切り替えていきましょう。 OK、 まあここはもうメダル回収に努めて、慎重に慎重に前に出るタイミングを見計らっていきたいと思います。メダル、メダル、とにかくメダル、最初はメダルが大事。さあこれは、うわー、このバナナなんで食らうかな、誰だよそこにバナナ置いたやつ、センスがない。これ使ってジャンピングアクション決めて、キンキの、このキンキのマジいらねえな、でもちょっとすぐに入っちゃって、あ、メダルもないし、これちょっとまずいな、でもまだ大丈夫だ、まだ大丈夫、あ、キラー、キラーいいね、キラー素晴らしい、ここで使って爆弾回避して、爆弾回避、キラー素晴らしい、素晴らしいですよ、これまだあるよ、しかもキンキのまだ使わない、まだキンキの持っといて、結構キラー多いな。まあ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 、切り替えていきましょう。どこで使う？どこで使う？まあ、ここで使う。ここで使って、一気に上がっていく。一気に上がって5位。5位まで来ました。さあ、そしてメダルも7枚。悪くない。5位でスターは熱いぞ。これ、3打。3打どこで振るかな？これちょっとね、打開、打開決めていきたい、ここで。うわぁ、ちょっと壁当たったけど。まあ大丈夫。まあ大丈夫。まだ大丈夫。ダブルのところで吐いて、ここで吐く。さあ、3打来い !3 打来い、振って振って振れ振れ、振らないか、まあまあ大丈夫、まだ大丈夫、キノコ3つあるんで、これ最後のところで一気に
一気に外が決めて1いけるまでいけるよ。2出して1いる1いる1。これが得意コースっていうことなんですよ。確定して決めていくユニットでございます。第7レースいきましょう。さあ、はい、ということで第7レースはこちらニューヨークドリームでございます。さっきの確定演出やばくなかったですか皆さん。これ完全に流れ来てるよ。一回後ろ見て、ここ、もう一回後ろ見て、さあ今回これ10人なのかな。ちょっと人数が少なくなったんですけれども、まあそんなの関係ないということで、まあ普通にいつも通り走っていきたいと思います。さあ軽快な走りでこうメダル回収してドリフトジャンゼリ決めて、メダル、とにかくメダルが大事です。さあここで、まあ、4位、まあ、2位、まあ、2位なんで、まあ、悪くない順位で、うわっ、どっから来た今、どっから来たんだ今の緑、わけがわかんねえよ。でこれ縛いて、こっち縛いて、でこうタクシー避けて、タクシー飛弾を置くないか。落ち着いていこう。ちょっとこれ打開切り替えます。打開に切り替えて、マジファイヤー危ない、本当にやめろ。キラー来たんで、このキラーをちょっと吐くタイミングちょっと考えながら走っていきたいと思います。でメダルがまたしてもないんで、ちょっとメダルだけ回収してさあどこでキラー吐くか、ここで吐いていきます。いやマジ気弾多すぎだろ、完全に狙われてる、本当に狙うのはなしなんだよね絶対。楽しいかそれやってて、みんな。さあまあスターあるんで、ちょっとこれ回避狙ってもいいかもしれない。振りそうなんだよね、振りそうではあるんだよね。サンダー後ろだいぶ離れてるんで振ってもおかしくないけど、お前どこで振ってんだよ。もうか完全にみんなグルだわ、やってること本当にやばいと思う。ジャンピングアクション決めて、でも何やかんや順位は上がってる。まだ諦めないよ、まだ諦めないで、よーい、被弾多すぎなんだよ。まあ最後に望みはつないだということで、最終レースいきましょう。しゃ、はい、ということで最終レースはこちらミュートシティでございます。まあさっきのは10人だったっていうのが大きな原因だと思います。もう10人だったんで、ここさあもう大丈夫です、皆さんご安心ください。最後有終の美を飾って、終わりよければ全てよしの精神で、こちら、モコーとエムハイ、締めていきたいと思います。ということで、ここジャンピングアクション決めて、まあ、メダルはいらないんで、まあ、メダルもう10枚なので完璧でございます。ここも一気に前をガンガン張っていきたいと思います。アイテム取って、スナイプやめろっつってんだろさっきから。ここちょっと切り替えていきます。さあバナナ食わして、まあ、6位なんで、まあ、真ん中の順位ではありますけれども、こ慎重にいきたいと思います。さあ赤コーラちょっとドイツ縛こうかな、このドンキーコングやるか、ドンキーコングやろうかな、いややらなくていい、サワっていう名前なんでこれやらないで、後ろにケツ吸わしてさあキノコ1個使って、今まだ2個あるんで大丈夫です。さあここでアイテム1個取って、ジャンピングアクションも完璧に決めて、さあ赤コーラ3ついいね、赤コーラ3ついいね、これ素晴らしい。このアイテムちょっとぶん回しながらいきたいと思います。この前行って、さあ青コーラ飛んだ、いいね、完璧だね。さあ赤コーラ来てるんで、これちょっと赤一気に出して防いでいきたいと思います。完璧で、リオデジャネイロ縛いて3位、いいよ、上がってきてるよ、順位上がってきてるよ。さあジャンピングアクション決めて、赤2つ素晴らしい。で1個ケツつけといて、前1個ぶん投げて、リオデジャネイロ縛いて OK 完璧。さあ5位、さあ5位、まだ分かんないよ、まだ分かんないですよ、いい加減にしてほしい。 OK 切り替えよう、 OK 切り替えよう。さあ抜いて、出し抜いて、後ろ吸わして、何やくん、キンキロいらねえ、キンキロマジでいらねえ、いけ、アイテム取って、何来る、スター、オッケー、これちょっとサンダー狙いたい、振ってくれ、最後いけ、どこまでいける、3位、さあ
なり順位上げた感じではある。悪くないんじゃないか。83点、スコア見ていきましょう。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回の第126回モコーとアイムハイ、こんな感じの、ランキングになっております。83点でございました。はい、1位 M さん105ポイントおめでとうございます。素晴らしい。2位、ベクトルさん104点、3位、ニンフィアさん102点、モクちゃんフニュ、100点、5位小木さん99、6位 NW 97ポイント、ブラツキーチャンネル97点、まさきさん95点、そして、もうちょい下行ってくれ、もうちょい、もうちょい下、これちょっと待ってね。あ、オッケー、来た。フェニックスさん94点、IK さん93ポイント、11位のシャンダイチャンネルさん92点、そして佐藤名前覚えて、名前覚えました、92点、おめでとうございます。OK ですね。これもうちょいか、もうちょい、ちょっと待って、これこれがちょっと邪魔だな。 OK、 はい、大天宿宿之助さん、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、90点、14位今下手すぎる89点、そして J 失礼さん89点、16位ノーボーカメフニア、88点、マジかヨッシー S7 さん80何点、18位ヘリツバ86点、GTR ジークさん86点、ケテン、ティツクトツク86ポイントでございます。はい、まあそんな感じでね、皆さん今回の、ユンチュルの後付け実況、ご覧いただいたと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。非常にね、私自身、新鮮な思いでやらさせていただいたので、ぜひ皆さんグッズとボタン高評価お忘れずに、そしてチャンネル登録もしていってください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回のゲーム実況でお会いしましょう。ボワー。